どうもライパチです。本日はハチミツハニーさんとのプレシーズンマッチ、いわゆるオープン戦の模様をお届けします。この一草のバッティングが輝いておりました。ハチミツハニーさんは東京の八王子実践高校、京林大、国士舘大などの野球部メンバーで構成されている八王子で活動するチームで、連盟一部で常に上位に食い込んでくる強豪です。アッパレスタメンはこちら。普段サードに入っている守備猿潤がセカンドに入ってます。実は大学ではセカンドが定位置、この日チームとしての選択肢幅を広げるためにポジションが変わっております。試合が動いたのは2回表、先頭5番鹿児島の巨人コータ選手、最近絶好調です。このパンチ力に磨きがかかっております。そんなコータ選手、デッドボールで出塁、先頭が出ます。続く打席には私ライパチ。初球バントの構えから見逃します。1球待てのサインです。続く2球目はバスターエンドランのサイン、インコースのボール叩く、しかしサード正面、2塁封殺、さらに1塁もアウト、まさかのゲッツー。はちみつハニーさんの堅い守備に阻まれます。初回のチャンスを潰してしまった。しかし続く松本翔がフォアボールで出塁し、チャンス拡大したいところ、牽制で挟まれてしまった。がらきなことに送球が体に当たり、ツーアウトながらランナー2塁のチャンス。打席には8番クリス。二塁ランナー松本翔がホームイン、下位打線で1点をもぎ取ります。さらに続く3回表、9番竹虎がフォアボールで出塁し、1番竹俣、ここはきっちりと送りバントを決めます。ワンアウトランナー2塁、再びチャンスを作ります。打席には2番守備猿潤。デッドボールでつなぎ、続く打席はこの頼れる男徳さん。試合の序盤、追加点が欲しいところだが、初球低めにスライダー、予算見逃します。さあ何を狙う、2球目アウトコース、低めにまっすぐ、いいコントロールです。しかし見逃し、ワンボールワンストライク。続く3球目、外から入ってくるスライダー、ピッチャーも丁寧に丁寧に投げ込んでおります。追い込まれた徳さん、果たして今度はインローへ速いまっすぐ、しかし紙一重、わずかに外れてボール。少しキャッチャー立ち上がるのが早かったかもしれない。しかしコントロールよく横幅をうまく使ってきます。ここはもう変化球まっすぐ全部対応の姿勢が徳さん、打った、インコースのボールをうまくさばきライト前、ワンアウトランナー満塁、チャンス拡大。今の徳さんのバッティング、バッテリーとしてはインコースを続けて勝負したが、1個前のボールに比べると少しストライクゾーンに寄ったように見える。とはいえ難しいボールだったものの、うまく右肘を抜きながらアジャストさせている。これは技術持ってますわ。続く4番ゾエは倒れたものの、打席には5番、鹿児島の巨人コータ選手で好調です。がうまく打たされ、サードゴロ、しかしこれがイレギュラー、1人ホームイン、2人目も狙うも、ここはアウト。しかし序盤、貴重な追加点。4回裏セットアッパー勝沢が登板、しかしハチミツハニー打線に捕まり1点を返され、さらに2アウトランナー3塁、踏ん張れるか、低めのボールをうまくセンター前に弾き返され、ここで同点。さあ同点のまま時間の関係で最終回です。1番竹俣がエラーで出塁し、ノーアウトランナー1塁、
終盤のノーアウト1塁1点を取りに行く単純に送りバントもあれば竹俣の足なら単独スチールもあるが、やはり警戒している。竹俣やや逆を突かれた形だが、すでにタイミングを測っていた。次のボールです。やはり竹俣完璧なスタートです。盗みました。これでノーアウトランナー2塁、追加点のチャンス。守備猿潤送りバントが小フライとなるも、ちょうどピッチャーキャッチャーの間に落ち、さらに送球それてノーアウト1、2塁。絶好の追加点の場面。ここで打席に向かうは本日当たっている徳さん。ピッチャーも間を取ります。ここで一塁ランナー守備団順スタート。二塁落とし入れ、ノーアウト二三塁。一塁空いてしまうが、ここは徳さん勝負か。ワンボールから低めのカーブ見逃し、ツーボールノーストライク。ここはストライク取りに来ると踏んでのフルスイング。さらにストライクを取りに来ると踏んだ、あっぱれベンチ。ここエンドランのサインが出ます。徳さん高めのボールを叩く仕返し、フライになるも外野の前に落ちる。一気に三塁ランナー、そして二塁ランナーも生還。今のエンドラン結果オーライですが、高めの球に対しきっちりと上から叩く、振り抜いた結果あの打球になったのかと思いますね。この試合バッティングはバント、盗塁、エンドランなどうまくはまり、効率よく加点でき、理想的な攻撃ができたように思います。はちみつ兄さん、ありがとうございました。ところで、はい、実は我々あっぱれ今季新しいユニフォームを作りました。名付けてあっぱれクリエイティブブルーです。今季水野さんが消化ユニを新しく作れるようになったということで、我々すぐに飛びつきました。消化ということで、もう可能性、作れるデザインは無限大。というわけで我々はメジャーリーグチームのオールド感あるデザインにしてみました。新たなあっぱれブルーでございます。まあ、消化ということで非常に軽くて動きやすく、着心地もいいです。デザインもいろんなの作れるので、これから新しくチームを作ってユニフォームを作るというチームの方とか、新たなユニフォーム、新調したいというチームの方に非常におすすめでございます。デザインするだけでも楽しいので、動画の概要欄にデザインサイトも貼っておきますので、よかったら見てみてください。以上本日の動画でした。チャンネル登録よろしくお願いします。あっぱれショップからご案内だぜ。おい、あっぱれグッズのオンラインショップ、新アイテム追加で春を迎えてるぜ。春用のドライパーカーが着心地最高で、みんなで着て家族になろうよ。インザスカイ。